はい、西側の石畳にやってまいりました。今日はちょっとね南風が吹いてますが釣りには影響なさそうです。こちらの方もね皆さん浮きさびきを楽しまれたりさより釣りを楽しまれたりしているです。さより名人の方こちらの方はこんな感じで釣れておりますが、今日はちょっと朝方渋かったようですね。皆さん苦戦されたようです。北側の総合公園前から西側の石畳にやってまいりましたが、こちらの方でもブリ釣れておりますね。こんな感じで深瀬釣り綺麗な海でございます。こんな感じで、お昼の南足山の北側の総合公園にやってまいりました。海鮮に恵まれましてね、ファミリーを中心に皆さん釣りを楽しんでいました。投げさびきですね、引きさびき、それからサヨリを狙っている方もいらっしゃるみたいですね。北側の総合公園前ですね、引きさびきでご覧のように、サバ、それからママカン、そしてイワシちゃん、各地中心に釣れております。こんな感じでございます。こちらの方もね、浮きさびきで、カタクチイワシがいっぱい釣れております。はい、網エビをしっかり巻いて狙ってください。深瀬釣りのグレですね、いいサイズも出ましたよ。こんな感じで、最後に、はい、あとはね、キビレッジの可愛いサイズも釣れております。